これが相神くんたちのデュエル。僕のターン、ドロー。行くよ相神くん。僕はモンスターを次元召喚。来い、岩石の万兵。僕はこれでターンエンドだ。君など我らプラナの敵ではないということを分からせてあげる。現れろ、崩壊員ビジャム。そして僕はビジャム一体を使い、このモンスターを次元特殊召喚。現れろ、崩壊艇ゲイラガエル。崩壊艇モンスターの元々の攻撃力はゼロだが、ビジャムを組み込むことで800ポイント攻撃力をアップする。さらに崩壊艇モンスターがこの次元に現れた時、君に800ポイントのダメージを与える。そして永続魔法崩壊カルマ。さらに2体のビジャムを組み込むことでゲイラガイルの攻撃力をアップ。さあゲイラガイルよ、ヤツのモンスターを粉砕しろ。そしてモンスターのステータス分のダメージを食らえ。トラップ発動、運命の発掘。僕がダメージを受けたことでカードをドロー。崩壊艇モンスターはバトルが終わった時、デッキに戻すことで組み込まれていたビジャムをフィールドに出現させる。さらに新たな崩壊艇モンスターを手に入れる。再び次元特殊召喚。現れろ、崩壊艇バルカンドラグリー。まずは効果ダメージだ。今度はダイレクトアタックだ。うわまだだ、君に真の崩壊艇モンスターの姿を見せてあげよう。紡ぎし光よ、漆黒の闇よ、世界をあるべき姿に戻すべく新たなる未来の扉を開け。いでよ崩壊頂点、インディオラ・デスボルト。やべ、次の攻撃が決まった。これで終わりだ遊戯。次元の彼方へ消え去るがいい。僕はモンスターを墓地に送り、トラップを発動。頼んだぞサイレントソードマン。攻撃力を下げて生き残ったか。僕のターン、ドロー。僕はこのモンスターを次元召喚。来い、暗黒騎士ガイアロード。また攻撃力マックスだと。行け、インディオラ・デスボルトに攻撃。これで君のモンスターは破壊される。インディオラは破壊されても僕の手札に戻る。代わりに組み込んでいたビジャムが召喚される。そしてフィールドの崩壊カルマを墓地へ送り、君のライフを半分にする。うわダメだ、まるで歯が立たねえ。遊戯は負けねえ。分かっただろう、君では僕に勝てない。
まだ戦う気なのか。僕は諦めない。僕たちの未来を。未来だと？君たちの意識はバラバラでいびつだ。愚かで醜く、力も弱い。この世界は歪んでいて望む未来などない。君だって感じているはずだ。神様がおっしゃっていた。君は僕らと同じ存在だと。今すぐサレンダーしてピースを渡せ。そして僕たちと行かないか。輝かしい次元に、我々だけの未来へ。我らプラナの行く世界は工事の世界。全てのものが同調し、争いも憎しみも恐れもない理想の世界。僕は行けない。相神くん、憎しみの先には何もないよ。兄さん。君には分からないさ。君たちが当たり前のように過ごしている平和な日常、それも何かの犠牲によって成り立っているという事実を。神様、僕たちこそが選ばれた存在、プラナ。この汚れた世界も人間さえも捨て去り、新たな次元に行くんだ。アイガニ君、さあ再び姿を見せろ、インディオラ・デスボルト。君のモンスターの攻撃力が上がったことで、ガイアロードはパワーアップする。無駄だ、崩壊波動。インディオラの攻撃力は倍となり、君のモンスターの攻撃力は半分となる。ダメだ。ユーギ、君が消えれば会話の目論むファラオの復活も夢と消える。そして我らプラナは新しい次元に旅立つ。待っていた。何？待っていたんだ、この時を。永続トラップ、ディメンションスフィンクス。バトルするモンスターの攻撃力の差が倍以上あると聞く。その差分、君にダメージを与える。こんなトラップを。だがまだバトルは終わっていない。ダブルトラップ、ディメンションガーディアン。ガイアロードをバトルの破壊から守る。悪あがきを。まだだ。トリプルトラップ、ディメンションミラージュ。トリプルトラップ。僕のモンスターが破壊されなかったことで、君のモンスターは再び攻撃しなければならない。そんな、これは無限ループ。君はこれを狙って。そうさ、これが君を倒すことができる唯一のコンボ、ディメンショントラップピラミッドだ。アイガニ君、君たちは新たな扉を開き、工事の理想の世界へ行くと言った。僕たちの世界は君たちから見ればいびつな世界なのかもしれない。でもこの世界にも未来がある。大切な仲間がいる。そして僕たちは僕たちの未来を信じているんだ。シャーディー様。